それました。これはファールです。ここは集中どころでしょう。
必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。ここで折り返す。中へ上げれ上げる。空中戦点ふわっと上げる。ジャンプ抜かれた。エリアに虹をかけます、かけます。シュート。これはコーナーキック。さあセットプレー、何をやってくるのか。主審吹いた。キーパーが壁に指示を出しています。千葉の香りもかぐわしい。ドリブルドリブル。ここはいいディフェンス。戦終了です。さあ後半戦が始まります。スローインです。スローインです。最後のところで崩せない。ポジショニングが。華麗なパスワーク。アーテストを狙った。ふわっと上げる。ワン、ツー。戻して、走り込んできた。後半25分経過。ここでカット。フリーにさせてはいけない。
センタリング。スローインです。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。スローイン。これは危ない。あ、ごめんだ。
意地をかけます、かけます。ふわっと上げる。さあどちらがボールを支配するのか。ヘッドヘッドで合わせた。ここで折り返す。空中戦。シュート。繋いで、ボールを運んでいきます。Yeah. ここで笛です。前半終了。前半戦までの、さあ後半戦が始まります。オフサイドにはならなかった。折り返した、折り返した。ふわっと上げる、上げる。これはファウルです。ここは集中しなくてはなりません。
切ります。主審ファウルを取りました。シュート。コーナーキックです。さあチャンス到来。スローイン。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。オフサイドフラッグが上がる。危険なタックル。ゴールマン奪われた。試合時間は75分が過ぎました。攻撃を組み立て直す。攻撃を組み立てます。
ボールを囲んでいきます。まるでボールを持った仮面ルートを解体、折り返す。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？はい、非常に見応えのある試合でした。